サイモン・ジョナ・サン・ドーキンスは、イングランド・ロンドン出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。トッテナム・ホットスパー FC のユース出身。2009年に怪我で一度退団したが、2011年に再契約。2011シーズンは、アメリカのトップリーグである MLS のサンノゼ、アースクエークスにレンタル移籍。2012年も続けて在籍し、2年間で53試合に、 出場した。2013年1月に、レンタル遺跡で、プレミアリーグのアストンビラ FC へ加入。2月10日のウエストハムユナイテッド FC 戦で64分に、アンドレアス・バイマンに代わって出場、プレミアデビューを果たした。しかし、トッテナムでは、試合に出場することはなかった。2014年1月にダービーカウンティ FC に、完全移籍 2016シーズンからはかつて所属したサンノゼアースクエークスに復帰。2年間で43試合に出場した。2019年1月にイップスウィッチタウン FC に加入した。シーズン終了後、対談が発表された。2014年からジャマイカ代表に招集され、コパアメリカ2015のメンバーや2015コンタカーフ、ゴールドカップのメンバーに選出された。ありがとうございます。